異界の戦いはさらに激化。連合軍の領地にまだしても敵勢が攻めてきた。英傑たちは迎撃のため戦場へ向かう。その中には学信、井伊直政、福島正則がいた。くしくも一番槍として名高い男たちである。彼らの行動力、決断力、そして一番槍たちをまとめる馬長の闘志がこの戦の勝敗を握ることとなる。しゃあ、戦場に一番乗りだぜ。勝手に誇っていてください。本当の勝負はこれからですから。悔しいんだろ、直政ちゃん。素直に乗れってなあ。お二人ともあれを、すでに誰かが戦っています。あれは馬隊。敵に囲まれているようだ。ここはすぐに動くのが最善。皆さんお先に失礼します。あっ、待ちやれ。一番やりは俺なの、マジで。が窮地に陥っている。急ぎ救援せねば。なら俺が出るのが最善です。迅速さにおいて右に出る者はいない。いえ、恐縮ですが、一番槍は私にお任せください。おいおい、一番槍といや福島正則だろ。さあ、馬隊は俺が速攻で救ってやるぜ。馬隊、待っていてくれ。すぐに助けに行くぞ。なんだ、敵か。おい、奥から卑怯じゃねえか。怖そうな連中だ。早く馬隊を救わねばならんというのに。放っておくと本陣が危険ですね。賊を撃破してから救援に向かいましょう。これが俺の危険だ。救援が無意味。手薄となった本陣、我らが守る。撃ち取ったぜ。行くぞ。お見事です。褒め合いはこれぐらいにして、馬隊殿の救援が。
馬長殿の命を受け救援に参りました。どうやら私たちが一番乗りのようですね。ざっとこんなもんだ。死ぬれと覚醒速攻二人組の前に敵はねえ。君たち若の知り合いなの？よかった。妙な場所で襲われてもうダメかと思ったよ。受けて立て。援軍だってほんと助かった。この辺の敵一つ頼むよ。僕らを取るとは。だが慣れすぎる。もっと精進せねば。ドバタイ、お前もこの世界に来ていたんだな。よくぞ無事でいてくれた。でっけえかな。力負けするなんて。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。受けて立つぞ。なんと勇ましき敵か。みんなが来てくれて助かったけど、こんなに一斉に集まっちゃって大丈夫？うまく敵を釣り出せたようだな。伏兵部隊出よ。一気に殲滅するのだ。これが俺の秘剣だ。この敵の数マジやべえ。どうすんだこれ。この隙に敵本陣も落としてしまえ。しのぎきれるか。耐えるのみ。本陣を救援しないとまずそうだよ。けどこのまま行ったら周りの敵もついてくるね。よし、俺が伏兵を引きつけつつ敵本陣に迫る。その隙に他の者は味方本陣に向かってくれ。速やかに本陣を救援し、南から敵本陣を突く。そうすれば強撃の形を取れる。最善だ。とにかく本陣の救援に向かいましょう。仲間たちの思い無駄にはできません。さあ敵引き連れて本陣への殴り込みだ。ここが男福島の見せ場だぜ。さあ本陣に急がないとね。助けられた恩返しちゃうよ。参考になります。直政殿は素晴らしい方です。しかし一番槍を譲るわけにはいきません。俺も譲るつもりはありませんよ学神殿。それに好敵手はもう間に合ってません。金馬町の戦って超燃える。俺あんたと一緒でよかったぜマジで。それは俺のセリフだ正則。ついにお前と一緒ならどこまでもかけられる。周太殿、影勝殿、ご無事ですか。ずいぶん早い。あれだけの伏兵を突破してきたというのか。受けて突破しろ。撃ち取ったぜ。お前もしかして俺より強くね。培ってきた武勇見せてやる。打棒機水産、我が槍で敵陣を貫かん。オラオラオラ、内装出しやれ。ガチの殴り込みだ。まさか攻め込まれるとは。受けて立て。てめえら守りを固めろ。伏兵たちも呼び戻せ。テリーチーズ。
に焼き付けるがいい。本陣が安全となった今、敵大将を撃つのが最善。南から攻め、仲間と力を合わせて攻撃する。いよいよ敵大将に突撃ですね。皆で協力すれば必ず勝てます。よし、敵の本陣へ向かおう。仲間もきっと真剣待ってるはずだよ。デリアー、みんな決起盛んだ。ならば我らは冷静な刃とならん。ナオマサとだっけ。君が一番槍にこだわっているのはどうして。俺が最前線を担う。それが主にとっての最善につながるからです。とっても主思いなんだね。でも君自身のことも大事にしなきゃダメだよ。敵のてっぺん張り倒してやったぜ。俺は今猛烈に感動している。仲間を思う熱い気持ちが勝利を呼び寄せたのだ。みんな助かったよ。本当にありがとう。ってあれ、なんでそんなに神妙な顔してるの。一番槍の甲に気を取られ本陣を手薄にしてしまうなど、ダメだ、ダメすぎる。私も反省しています。本陣のお二人には申し訳のないことを。気にするな。うむ、先陣四人の力で勝てた。先陣で頑張る人がいて、後ろを支える人がいて、みんなで助け合って強敵と戦っているんだね。君たちの関係ってすごくいいよ。俺もその仲間に入れてくれる？ああ、もちろんだ、バタイ。これからよろしく頼む。俺の出番だね。バタイ、行くよー。